ヤシマトミのキスケとキャンプだーキャンプだーおーい新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ついに2022年がスタートいたしましたよ。今日はもう元旦っていうことで今年の意気込みなんかをね企画始まる前にやっておこうかなと。じゃあ誰から？ヒロトから。まあ、お願いします。今年の僕の目標は離婚だ。なんでね。僕の今年の目標はですね、奥さんと視聴者さんをより楽しませるです。いや、これね、なんでこれ言ってたか分かりません。なんでね、年末怒涛のスケジュールで妻とやっぱね時間がないんですよ。だからそこでちょっと金を取るようにここで妻の金を取ったって。いや、あげるプライベートな話です。それはよ、話ですよね。そうだよ。じゃあ続いて、じゃあ俺とこうかな。はい、今年の僕の目標、ちゃんとした笑顔を作ることです。と言いますと？いや、もう俺の笑顔ってさ圧倒的歪みがひどいでしょ。特にあの潜在写真でしょ。そう、僕にとっての笑顔なんですけど作れてないと。映像に出る人としてちょっとね、これはありえないと。あんま今年はもうね、押さないとっていうのをね、今更ながら思いましたよ。じゃあ次俺、ね、僕の今年の2022年の目標はマジで100キロ頑張りたいです。あー、うわー、かぶった。ええやんねんな。いいえ、ごめんなさい。一時90ちょいまで行ったんですけど、いや、行ったよね。怒涛のスケジュールすぎて飯食えんくて、今85切ったぐらいなんですよ。まあ、そこまで落ちちゃった。マジヤバいんですよ。だから本当に2022年はマジで100キロ行きたいっていうことで。それはさ、去年発表したやん、100キロ行くって。2度目はないからさ、行けんかった時のあれ言っといた方がいいんだな。1年間ラーメン禁止とか。いやー、うわっ、それめっちゃいいよ。じゃあ、じゃあちょっとマジで無理。俺オールで編集行った後でもラーメン食いに行く人間よ。それいいんだ。それ一番いいよ。うわー、きっしょー。わかりました。おいおい、頑張ります。ガチヤバ。俺は決まってますよ。まずエスポとしての目標は経験人数3桁プレイヤー。もうケースケ疲れてるから。もう最初な、出だしからない、もうボケんでええねんの準備してたよ。おエスポとしても来る。やっとちゃんとしたこと言うんやと思ったら、もういいです、ちゃんとしてください。エスポとしては、はい、本当に高望みをチョイしつつ登録者250万人。おー、おー、いいね。今で言うとやっぱ200万ってちょっと少ないぐらいまであるやんか。本当に上を目指すならば今年ってもうみんな200万人を超えてさらなる上がワンサが出てくる年だと思うのよ。だからそこにまず乗り遅れないように目標として250万人。個人の目標はシンプルにまずインスタのフォロワー35万人ぐらい目指す。おお、それが叶った場合自分のブランドも出したいな。おお、それはちょこっとまず自分たちの名前を YouTube にもっともっと売って、でまあやりたいことができるようになってからやりたいねっていう。確かに確かに。では続いてハック。はい、僕はですね、エスポとしての目標250万人です。まあ聞こう。個人としての目標といいますか、それが緊張する。陣王は討伐。陣王は良かったね。俺は良かった。すごい好きだわ。ええから。はい、マジやぞ。まあまあ、じゃあまずエスポとしての目標、チャンネル登録150万人ですね。ああ、でもリアルガチだけどね。まあなんか150万人乗ったら俺の中の数字的な気持ち。どうなるには寝坊とか直さないとね。ねえ、チャンネル登録150万人です僕は。僕はですね、登録者はもうもちろん100万人は突破。去年なんかは2倍伸びましたから、登録者。2倍ってすごいよ。確かに。今回はね、まあ2倍ぐらい。160万人ぐらいまでは行きたいなと思ってます。プラスで、やっぱ、各々のクリエイター能力もね、上げていかないといけないかなっていうのでね、まあそこも頑張っていきたいかなっていう。特に、ヒロトとコウは今、一番インスタのフォロワーが少ないですから、個人個人のね、クリエイター能力っていうのもちょっと向上させていきたいかなっていう。あと前から言ってたやつじゃなくて。何前から言ってたやつ？お前こっ。個人としては歌出すかな。ああ、いいやんか。着々とプロジェクトは進みつつもあるので、皆さんお楽しみにしてお楽しみくださいって感じですね。で、あともう一つありました、イベント。僕ら UM 所属してからも U フェスっていうもの一回も経験したことないですから、確かに U フェスに出れたらなとも思いつつも、エスポール単体でのねイベントもありかなと。なので、まあ U フェスかイベントが開かれた際にはね、皆さんぜひお越しください。お願いしますね。ということで企画ですよ、新年一発目。来たぞ。去年もやりました、総額100万円超え福袋の合格。去年のお正月もやりました。今
回はなんと総額120万円を超えております。いやーえぐいよ。去年は石川県でね、うん、福袋作ってましたけど、今回も東京なんでいろんなブランドがあります。そうやね、確かに、はい、で今回の福袋は予算が15万円から20万円でおのおの作ってきています、はい、なるほどなるほど、はい、なので6人でじゃんけんをして買ったやつから福袋を選べます。なるほど、はい、なるほどね。これだからブランドもそうだけど、選んだ人のセンスの信用するかどうかがあるからね、うん、ブランドだけじゃないよ。だから去年みたいな島袋のゴミみたいなセンスがあるから、うん、島袋が買ってきたブランドが良かったとしても島袋選ばない可能性もあるわけだから。やめてあげて、もうほんと泣きそうな顔してんだよさっきから。意義なし。ははないんかよお前も。ではまず福袋を発表したいと思います。はい、エントリーナンバー1、タッグキャー、ドガー、おー、シュプリームの福袋でございますよ。はい、まあただね、外見がシュプリームのだけでいろんなブランド入ってますから。なるほど。まあどっちなんだこれ。これ中身の方がすごいんで。ええー、だから信じるか信じないかはあなた次第です。なるほど。はい、エントリーナンバー2、ガチヤマ。よっしゃー。私今回頑張ってしまいました。こちらでございます。うわっ、なにこれ。オフホワイト。これ一番好きな折り紙の色やって。いや金やろ。いやいや金は中1。いつの話をしてんの。じゃ続いてエントリーナンバー3、 KOU。 ゴー。では僕が用意した福袋はこちらです。はい、ババーン、ソーアイランド。めちゃめちゃいい。これはマジでヤバいな。前回がこうプラダやったからね。そうプラダ、ね、でもっちゃんが当たったんだけどサイズが小さすぎて着れなかったと、その全て考えております。あら、では続いて、はい、エントリーナンバー4、島袋。イエーイ。今回私が用意させていただいた福袋はこちらです。今回私が用意させていただいた福袋はこちらです。ラッフォーファイ。すべてがすべてラルフではないです。あっ、まだよ。では続いてエントリーナンバー5、ヒロト。はーい、僕が用意したこれはこちらです。フェンディー。やばー、新しいよねフェンディーって。袋から高級感が。うん、まあね、僕毎年そうなんだけど全員が使いやすいものを買ってるから、ね、誰が当たってもいいと思います。なるほど、いいね。ではラストいきます。エントリーナンバー幻の6、けいけい。ダダーン。うわー、まさか、まさかバレンシアガ、イガンシアガセットです。うわー、バレンシアガをあえて選ばさせていただきました。なるほど。絶対これ店員さん構えたやろ。うーわ、来た、シアガミーさん。バレンシアガの福袋やからね、20万円超えてます。うわー、ということで福袋が出揃いました。ここからはじゃんけんでございます。はい、欲しいの決まった？いや、これ悩むよ。まあまあ迷うもん、だって迷えない人もいるわけだから。そうだね、もうじゃんけんしてから迷うだけ迷えばいい。まあそうやな。そうやで。ではいきます。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、こうでしょ。あー、もうないやん。ゴールで最近弱いね。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。やった、1番。順番的には島袋1番、2番ハンくん、3番ガチヤマ、4番ヒロト、5番僕、ラストがこうということで。はい、では1番の島袋真ん中に来てください。おっしゃー。さあ、では島袋、おっす、あなたが欲しい福袋は誰の福袋でしょうか。皆さん自信あるんですよね。全然、マジあるやろ。もう本当全員に似合うやつ買ってきたから。決まりました。今回私が選ばせていただく福袋はどこ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 どん、ガチヤマ。ではオーポイントの福袋開封してください。それではいきます。あ、そういう感じだ。なるほどね。では何が入っているんでしょうか。せーの、ドンドコドンドンドンドコドンドンドンドコドンドンドン。あら、これはベルトですかね。はい、こちらベルトでございます。まず一品目、これに関しては俺ベルト少ないのよ。はい、みんなもベルトの種類豊富なイメージが全くなくて、自分では買わないけど、まあいいとこのベルトだったら嬉しいんじゃないかなっていうので奥のベルトを選びます。いいと思う。俺最近ベルトなくしたんでちょうどよかった。あー、よかったよかった。じゃあ続いて2つ目、これはあ、Tシャツですね、これ。はい、シンプルな T シャツになってます。おー、いいよ。これだからみんな多分似合うと思って、しかも結構後ろ爽やかめで、でも T シャツ黒っていう、なんかすごいね、なんか俺を惹かれたんだよね。最高じゃん、ありがとうございます。はい、では続いて3つ目、こちら。うわ、待って、
こちらオフホワイトのトレーナーでございます。これね、新作のトレーナーらしい。でしかもさ、多分どっちも身幅が大きいから、もっちゃんが一番良かったのかもしれない。ああ、かえって、うん、ということでこちらのオフホワイト3点セットでございます。羨ましいわ。お値段はジャスト15万円ぐらいです。わあ、嬉しいよ。ありがとうございます。両親袋は以上です。では2人目ハン君。よっしゃー。正直まだ迷ってる。いや、まだたくさんあるから。ちょっとマジ迷うけど決まったら教えてください。はい、決まりました。おーい。ではハン君が選ぶ福袋は誰の福袋ですか。僕が選ぶ福袋はケースケー。これね、嬉しがるんじゃないかな。あ、マジで。じゃあちょっと開けていきますね。はい、まず1つ目こちら。ドン。なんだこれぐらいのサイズです。これはもうサッと開けちゃっていい。いいよ。あ、出た。懐かしい。バレンシアガマスク。マスクってさ、今もう絶対するやん。で、一個さ、ちゃんとしたやつあったらさ、めっちゃいいかなと思って。確かに。ということで一つ目、バレンシアガのマスクでございました。はい。では二個目。あら、千二一ドン。あ、うわ。これ、俺が欲しがってたやつ。そうや。ケイ説明していい？コムドットの男気の時にバレンシアガにね入ったんですよ。その際に俺がこれマジで欲しいって言ってたやつ唯一。うわー、これ嬉しい。色もあってん。色ただ映える色全員に着てほしいかなと思って、うん、あえて黄色にしました。こちらの T シャツ78,000円。えぐいよ。しかもこれデザインが超可愛い。可愛い可愛い。マジで可愛いよ。そしてラストよ。うわ、でかい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 。いきます。 3,2,1 ゴー。あら、なんだこれ。あー、パーカーじゃないか。今年の最新パーカーでございます。めっちゃかっこいいよ。めっちゃいいよ。いいの。しかもパーカー俺今年新しいの持ってないの。あ、マジで。マジでこれガチ嬉しい。でもね、これがね、特にハン君が本当に欲しいって言ってたからね。だってガチヤマが知ってるぐらい。いや、そうガチヤマ来ても似合ってたし。いや、多分全員似合うから。ガチャ嬉しいやつですね。よかった、バレンシアガで。大当たりや。やっぱセンスって信じるもんやで。こちらのパーカーが11万ちょっとか。高っ。で、こちら3点で税込みで約22万円でございました。2万オーバーしてきとるもん。うわ、いいね。ありがとうございます。大当たりやん。じゃあ次3番手。はい、ガチヤマ。いやーね、これまた迷ってる。これ迷うね。早く。さあ、ガチヤマ決まりましたか。決まりました。では、ガチヤマが選ぶ福袋は誰の福袋ですか。こうではなく、ハン君でーす。じゃあまず普通に一番上から取ってもらってもいいですか。はい、どうぞ。こちらもう見てわかるバケ派ですね。え、欲しいって言ってなかった。いや、俺ガチで欲しかった。俺最近家の周りがさ、すごい視聴者の方いて。あ、そうなんや。そうだから俺バケ派1個買おうと思ってたんだけど。あ、いいやん。もっと近く変わらない。何や。これどこのバケ派。これね、ヤンガーソングって僕の友達がやってるブランド、原宿にね、立ってるブランドなんですけど、マジ嬉しい。はい、よかった。続いて、こちらになってます。こちらも、ヤンガーソングのパーカーでございます。これめっちゃいいな。しかも生地めっちゃいいぞ。おっきめに買ってあるんで、ガチャガチャ着れるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、どんどん撮ってください。はい、続いて、はい、こちら、ヤンガーソングのトレーナーでございます。このブランドもう完璧俺が昔から知ってるみたいな感じで紹介してるから。だからこういう色でシンプルだから、ダウンの下に普通に着たりとか、そういうのもいける。うわー、いいねこれ。お次はこちらです。おお、こちらシュプリームのセーターでーす。いいな。めっちゃいいやん。このね、腕にシュプリームってちゃんと入ってんのかな。そしたらそれ以外はもう本当にノーマルな。俺セーターないからマジで嬉しいわ。ありがとうございます。はい、で終わりですよね。いやー違うんです、まだある。じゃあいきますよ、ラストのオブランド、こちらです。あれ、あれ、かぶっとるから。かぶっちゃった。それではラストのおプレゼントはこちらです。お、こちら T シャツとスウェットパンツのセットアップ。え、いいよ。え、めっちゃかっこいいで、これ見て。やばない？これのセットアップ。セットアップ。うわ、スウェットパンツ。うわ、最高。後ろにもこのね、オフホワイトの、あ、すごい、なんか間からありがとうございます。いいよ。で、もうじゃあ次の撮影からもう一生これてます。ありがとうございます。はい、2022年はこれだけで。これだけで。ありがとうございます。あれ、なんか一個なくない？ほんまや。ほんと。あ、パーカー。あれ、長けぇ。うぅぅ、一品だろや。ハン君、これ合計で、合計こちら17万円ぐらいです。買い物します。ありがとうございます。やった、よかった。
どうぞどうぞ。では続いてヒロトですね。はい、では残りの福袋、ヒロトは自分の買ったやつは選べないんで、島袋かコウのやつになりますね。おー、ラルフローレン福袋かストーンアイランド福袋か決まりました。島袋で、ね、これね、さっきちょっとチラッと見えたんよ、はい、ヒロトがいいかなって思った。あー、マジで、その一個の品。じゃあ一発目、はい、こちら緊張してるやん。なんだお前ら。いきます、ドン。はい、こちらラルフローレンのベスト、ベストダウンベスト、ごめんなさい。おお、いいや、めっちゃいいよ。いいよ。今回僕の福袋のテーマが、うん、島袋の趣味袋みたいな感じで、なるほどね、自分の好きなものを買っつめて、かつみんなに似合うものを買ってきたわけです。なるほど、島袋ってこと。要は要するにこれ島袋です。なるほどね。あ、めっちゃいいよ。お、え、似合う。めっちゃいいね。あれ急になんか紳士の匂いがしてきちゃった。今日ナイスだぞ。あ、よかった。今日ナイスやな。今年はいけるぞ。あ、よかった。では続いての商品はこちらです。はい、パカパカパーン。おー、原宿で買ったスカジャーなんですけど、こちらなんと青色の方を背中にして着れば浜田雅俊さん、これリバーシブルで裏返したら桑田佳祐さんと同じスカジャーです。いいよ、すごっ。じゃあまず浜田さんバージョンがこちら青色です。裏が、うわ、めっちゃいいやん。これいいな。和じゃなくて洋的なスカジャン、めっちゃかっこいい。お前いいやんか、いいやんか、いいやんか、 いいやんか。すごいのまだいっぱいあんねんけど。うっそ。続いての商品こちらです。ルイ・ヴィトンって書いてますよ。ヴィトンやん。ヴィトンです。結構な重さ。オープン。なんですかこれ。いいよ、いいよ。あ、こちら香水でございます。あ、なるほどね。申し訳ないけど匂いは俺好み。あ、いいいいいい、あ、いいんや、いいよいいよ。あ、いい匂い。あ、めっちゃいいやん。そうなんです。大人。でも37種類あって1個ずつ書いてる。僕これ選びました。じゃあ続いての商品どうぞ。ドドン。あった、ルイ・ヴィトン。開けます。はい。あー、キングだ。これはね、ガチ山とか言ったらいっぱい鍵チャラチャラしてるから、自分用と、まあ、誰か用と分けて、うん、ヒロも結構キーケース廃れてきてたから、まあこれ当たっても変えてほしいなっていうのも考えて。マジでそう。やば、ドンピシャ今。あ、マジで全部ドンピシャ。よかった。続いてラストです。ででー、またビトンや。オープン。あ、これなんて言うんだっけ。ミニ財布みたいな。ミニ財布か。お札もチラッと、カードもチラッと、コインもチラッと。めっちゃいいやん。ほんまにめっちゃいい。それ全く同じやつヒロタにあげたけどな。え、あれ、え、いつ作ってたの。これやばいよ、この空気は。違う、それかヒロタがマジで忘れてたから。ラストだけ。うわーがなかったね。うん、ヒロタ覚えてる。うん、それどこ行った。いいね、あります。あ、そうなの。いや、でも奥さんと。あ、奥さんとね。恐れず。あ、じゃあそれで全然。ということで、今回は私が用意させていただいた福袋はこちらでございました。こちらお値段ですけど合計で199,000円です。あ、高いいや。では続いて僕ですね。はい、はい、ということでケイスケなんですけれども、選択権がありません。ありません。ケイスケがヒロトのペンディを選んでしまった場合、コウは自分の福袋を開けなきゃいけないわけです。そうね。なので必然的にケイスケはコウのストーンアイランドになります。怖え。皆さん大変お待たせいたしました。うわ、20万超えたの一人だけだと思ってませんか。うわ、待って待って待って、合計金額きり、合計金額20万と2000円でございます。あー、ちゃんと使ったんや。ちゃんと使いました。こちらですよ、僕の福袋は。こちら、コウのストーンアイランドでございます。はい、じゃあまず1着目こちらでございます。はい、あれ、いいやんか。こちらですね、ストーンアイランドのセーターで一番人気のカラーでございます。あ、そうなの。これ1点しかなかったです。めっちゃいいやん。ちゃんとここにマークもあります。ポイントもありまして、前も後ろもちゃんとシンプルな、合わせやすいよね。めっちゃいい。これも可愛い。だって俺今年アメカジで攻めたいって言ってたから、こういうシンプルな方が嬉しい。俺はよかった、刺さっとるよ。2着目こちらでございます。はい、あれ、これはトレーナー。トレーナーですね。おお、いいよ。めっちゃいい。回せやすいマジで。めっちゃいい。ここにボローズ。ボローズやな。うわー、いいね。あー、めっちゃいいわ。ちなみにここまでの値段いっていいですか。こちらがですね4万円ちょっとです。で、こちらが5万円ちょっとです。高っ。次ラストですよね。ラストです。いや、今のとこ100点。いや、100点。あー、これやばいんちゃう。えー、うわ、それはやばい。あ、どうも。じゃ、開けますね。お願いします。オープン。あら、これはこちら、ストーンアイランドのジャケットなんですけど、うん、いいですね。こちらですね、はい、薄く見えるじゃないですか。これ1枚で外出れます。シュッと決めたい日にこれを着ていただければ、はい、シンプルで、まだストーンアイランドこれがありまして、いいじゃないですか。
ほら、もう大人だもん、ほら一気に似合うわ。ええやんか。そう、モコモコってしないから、うん、邪魔にもならないし、あったかいよ、ほんまにあったかいわ。そう、これいくらですか。このジャケットだけで約11万ちょっと。かっ、そして合わせて合計20万2000円でございます。ではラスト、コードヒロとの交換会。そうです。まあ俺フェンディ1個も持ってないから、いや喜んでくれるんじゃないかなとは思いますけども、まずフェンディじゃないやつ。あれあれあるあるある。それがまずこちら、はい、ワイスリーです。ワイスリーが好きなことだね。中身はこちらです。バン、ベルト。ベルトか。でもシンプルでベルト嬉しいわ。いや、ベルト嬉しいっしょ。うん、ブランドものも持ってないっしょ。持ってない持ってない。うわ、これ嬉しいわ。じゃあ続いてもう一個ちっちゃいの、はい。うわ、ついに来ました。いいですか。はい。うわぁ、はい、2個目こちらです。フェンディのブレスですね。ブレスレット。へぇ、ほら、まあ、今日はブレスつけた方がいいと思ってて。そう、持ってないからさ、コメントでこうやって見ました。え、次簡単に付け外しできる。え、めっちゃ嬉しい。じゃあラストこちらです。ドン、出たよ。何が来るんだろう。なぁ、では開けますか。はい、では行きます。はい、お、あ、マジで。フェンディのセーターでございます。セーター欲しかった。めっちゃいいやん。めっちゃいいやろ。シンプルだし。いや、俺こうに思ったのがちょっと高級感出して欲しかったの。いや、めっちゃわかる。男としてなんか若っぽいもん。ちょ、一回着てみてくれ。こうセーター似合いそうやな。確かに。あ、ほら、もう待ってください。後ろ姿と全然違う。めっちゃなんかシルエットよくなった。クリスマスになんか女連れて歩いた。やばい。あるあるある。マジでそんな感じ。うわ、いいいい、めっちゃいい。これこういう清潔なの着ていこう。いや、そうだね、変わっていかなきゃな今年。また一歩成長だ。ということでこちらの福袋合計は、合計がピッタ15万円。あー、でもすごい買い物上手。買い物上手。ということで、ヒロトのフェンディの福袋でございました。ありがとうございます。はい、ということで2022年福袋交換会これにて終了でございます。どうでした？これ全員が良かったよ。いや、去年と違って全員満足だったんじゃないですか。それぞれにちゃんと行き渡る、行き渡ったチョイスだったと思う。こういうのがいいよ。そうだよ、見えんだよ。ということで今年は約120万円の福袋交換会でございました。来年は2倍かな。あら、やばかったよ。なんかもう汗びしょびしょだよ。いや、でもクリスマスプレゼント交換会と福袋は毎年ビャンビャンビャンで行くから。そうだな、まあハッピーハッピーハッピー。はい、もうそのうち車とかなんちゃう。はい、ということでみんな大満足でございましたね。はい、企画は以上になりますが、2022年エスパートライブ改めてよろしくお願いします。お願いします。また1月ね、激アツな曲まだまだ用意しているので皆さんお楽しみにしていてください。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バーン。頭からつま先までのエスポアルイナーズナー、リスナーの心くすぐりかますイタズラ。大阪埼玉石川レペゼンの YouTuber、 ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。エスポワールドライブ、時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。